小織町は福島県中通り北部に位置し、伊達郡に属する町、福島都市圏を構成する自治体の一つ。江戸時代以前は欧州街道と宇州街道が交わる要所として栄え、明治以降は県と福島市の衛生都市として親密な関係を築いている町である。果物の生産が盛んな点が特徴で、質が高いことで知られている。 桃の一大産地福島県の中でも特に高品質な桃を提供することで知られている町で20年以上連続で皇室、宮家への健常桃として指定を受けている。そのことから、桑織は健常桃の里と呼称している。リンゴの品種である王林発祥の地であり、リンゴの生産も盛んである。隣接する福島市及び桃織町を含む伊達エリアとの 合併構想が幾度となく議論されている。町の北西の半分が山地及び、丘陵地で、東半分と南部が、阿武熊川沿いの福島盆地にある。町の北西には、半田山があり、周辺を水源とするいくつかの河川が、町の南東部を流れる阿武熊川に向かって流れる。町役場氷を追い分け。左が、宇州街道、手前と右が、 欧州街道、欧州街道、国道4号、東北本線など、主要な幹線が南北に伸びているので交通の便は良い。東北自動車道と東北中央自動車道が通過するが町内に IC はない。最寄りの IC は隣接する、国見町の国見インターチェンジと、伊達市の伊達氷 IC である。江戸時代には、宇州街道が欧州街道から分岐する追い訳で、 江戸とで和国を行き来するには、氷宿を経由するのが普通だった。しかし、明治時代になると、白石や米沢を回る、道の方が重視されるようになった。現在、宇州街道に、ほぼ相当する国道13号は、欧州街道に相当する国道4号から、福島市内で分岐し、米沢市へと、精神しているため、当町を経由していない。ありがとうございます。